日本東京都江東区、篠野の目篠野の目は東京都江東区の町名。現行行政地名は篠野の目一丁目及び篠野の目二丁目。郵便番号は135-0062。豊洲から望む篠野の目江東区林海部に位置し、深川地域内にあたる。東京湾埋め立て6号地並びに11号地を範囲とする。国道357号の北側には住宅地が多く、 南側には、シノノメ鉄鋼団地が区画されており、工業用地として使用されている。三菱製工の工場アトの再開発である、シノノメキャナルコートには、UR 賃貸住宅のシノノメキャナルコートコー W コンフォートタワーズ、アップルタワー、キャナルファーストタワー、ビーコンタワーレジデンス、プラウゾタワーシノノメキャナルコート、シノノメ合同庁舎や、 公務員宿舎シのノメ住宅、イオンシのノメ店などが立地。他に、地区内には、パークタワーシのノメ、BE シティなどの超高層分譲マンション等の建設により人口が増加している。また三越配送センター跡地には、オフィスビルとして、KDX とよすグランスクエアが建設された。年の関東大震災の瓦礫処理で、 当地や豊洲などが埋め立てられた。このエリアは1980年代後半までは主に工業地として使われていた。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。場所によっては東京メトロ有楽町線の豊洲、辰美領駅からの方が近い場合もある。 篠の目を発着、経由する都営バスの路線は篠の目め2丁目にある、都営バス、深川営業所及び都営バス、有明営業所の所管で、主に江東区深川地域や臨海部、中央区方面の路線を運行している。京成バス篠の目車庫からは、東京駅を経由して、千葉県への高速バスが発着する。東北急行バス、 東京営業所からは長距離高速バスが発着する。イオンシノのノ店前からは BE トランセグループの高速バスが発着する。ありがとうございます。